よし、行くぞ。せーな、今日。はい、おはようございます。練習行きます。ほう。はい、どうもお疲れ様でした。4時からヘッドスパイクので、ちょっと移動します。めっちゃ遠いねんな。どうしようかな。久々に府中に来ました。ちょっとカフェでも行って仕事します。おすげえすげえ、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。すごいな。わあ、ヘッドスパ最高やったぞ。気持ちいい。飯食いに行きます。混んでないかな。うまそう。さい。はい、おはようございます。今から練習行きます。はい、りょうもおはよう。はい、いくよ。絶対やめた方がいいね。あ、これが特に、これ小麦やから。あ、これ、はい、ありがとうございます。いただきます。食べないじゃん。はい、練習終わって家帰ってきました。シュン、あれや、改良や、休みや。え、マジですか。普通にシュンタです。はい、お疲れ様です。はい、いつもありがとうございます。カフェ行く。カフェ行きましょう。おっ、もうネズミ。おネズミや。でっかネズミ。怖っ。スタバ来たぜ。ゴー。スタバ来て、今からミーティングします。バニラペチーノ。何でも打ち合わせ終わったんで100均いきます。行くぞ。じゃあ、俊太、ありがとう。ありがとうございました。お疲れ様です。何やねんそれ。何なん。はい、おはようございます。82.2。 はい、どうもおはようございます。今日はね、オフです。もうすぐ12時で、まあ朝から仕事とかなんだかんだしてました。京都からね、あのめっちゃ美味しいうどん送ってもらったんで、今から作ります。あー、もうややこしいな。もうこの冷凍してました、こういう肉、これ作りますよ。おい、もううまそうやんけ。おい、おっそ、うまそうすぎる。はい、今お昼の2時前ぐらいかな。となんだかんだ家で仕事とかしてました。今から銀行行ったり税金払ったりしないとダメなんで、ちょっと外出ます。はい、銀行行ったりカフェ行って仕事したりなんだかんだしてました。今からケントと合流して、サウナ行って飯行きます。レディアンスパ。いや、整ったぜ。歩いてホルモン富士名店。あ、これだ、これ何、これめっちゃうまそう。これ炭酸臭カツカレーだぞ。くっそ、麺もある。はい、おはようございます。練習行くぞ。
これスパイク新しいです。かっこいいっすね。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わって昼飯食ってマッサージして今、帰ってきました。今から家に帰ります。はい、今からパーソナルジムの保険屋の方とちょっと会います。こんにちは。え、並んでんじゃん。めっちゃうまさに、はい、三茶来ました。ね、レンタルスペースなんですけど、まあ、ありがたいことに売りに出した瞬間にね、買ってくれる方が、決まりまして、備品の、整理とかしないとダメなんでちょっと来ました。まあ、契約最後結ぶまで何があるか分かんないんですけど、よかったです、本当に。はい、ちょっとスタバでも行って仕事します。アレンジしてみました。はい、お疲れ様です。練習終わって阿佐ヶ谷に来ました。パーソナルジム2店舗目をオープンするんですけど、トレーナーが採用できてなくてですね、4月から物件も借りてるんですけど、6月の今まだオープンできてないっていう状況です。採用っていう部分で壁にぶち当たってるんですけど、まあこういうこともあると思います。ちょっと頑張ります。はい、あ、これ A 看板、これを早く掲げたいのに。最高やろこのジム。マシンはいいよな、マジでかっこいいよな普通に。ほらめっちゃうまそうやん。これタクロス。よし帰ります。あ、500円ぐらいで頼む。おい結構高いな。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくのでぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。